どうもこんにちは、しゅんじです。今日はトイザラス限定のジュラシックワールド商品エクストリームダメージブルー&オーウェンレインデラコートのセットの方を見ていきます。そう、マテルのね、公式サイトに載ってなかったから、こんなのあるってね、知らなくて、たまたまトイザラスさんに行ったら、このセットがあったんでびっくりしたんですけど、あと、トイザラス限定の商品がこれを入れて3種類ぐらいありました。これ外からね、中が見えるようになってるんですけど、ダメージブルーにオーウェン、そしてレインデラコートが入ったセットですね。で、くるっと回して、このブルーは、DNA コードがあるんで、チップの方をね、引っ張り出して、ジュラシックワールドファクトの、アプリを使って読み込ませます。では取り出します。フィギュアの方ね、取り出せました。オーウェンとレインデラコート、そしてブルーの高さはね、同じぐらいの高さになってます。ではまずはね、この一フィギュアの方から見ていきますね。まずは怪しげな雰囲気のレインデラコートから見ていきますね。高さが約10センチとなってて、で、この長いコートなんですけど、これなんかね、切り込みが入ってて、これペローンってこんな感じでねめくれるんだけど、これすごいわざとかな、おしゃれなのかちょっとわかんないけど、映画の中で破れたのかな、もしかして。まあ、それか元々ね、こういったデザインのコートなのかですよね。これがあるからすごい怪しい雰囲気出してるけど、これ脱げるかな。あー、ダメか。これ髪の毛あるから、引っかかってるからね、多分、脱げませんね。稼働するところね、腰が動いて、あとこの付け根ですね、付け根の部分が稼働して、膝も動きます。で、足首はね、残念ながら稼働しませんね。で、中にはシャツ着てて、茶色の、シャツ着てて、腕、はい、くるんと回せて、肘の部分も、稼働するようになってますね。手首はね、これは回せませんね。なんかね、手袋してる。顔がね、レインデラコートめっちゃ男前で、で、右のこの頬のところ、蛇のこのタトゥーかな?タトゥーがあって、で、髭が生えてて、男前。すごい。で、綺麗なね、青色の目ですよね。で、髪の毛、ちょっとね、こう長めになってて、こうふわっとしたね。おしゃれな髪型してるよ、これ。めっちゃかっこいい。で、首が動かせて、あとこうやってね、上下にも少しだけ、稼働するようになってますね。はい。で、足裏にね、穴ポコがあるんで、プレイセットのところ、突起部分に差し込んでセットできるようになってます。セットにね、ナイフがあるんですけど、この短い茶色いやつ。これね、手に持たせることできるようになってるようですね。はい。持たせるとこんな感じ。めちゃ短いね。次はね、オーウェンのフィギュア見ていきます。高さね、同じ、約10センチとなってて、服装はね、いつものオーウェンの服装になってて、腕まくりしててね、ダンディーですね。で、ムキムキっとしたこの胸元の筋肉とかね、かっこいいですよ。で、稼働するところはさっきと、レインデラコートと同じで、腰が動いて、あと足の付け根が稼働して、膝が動くようになってますね。で、あと腕はですね、くるんと回せて、肘も稼働するように、なってますね。で、手のところはね、こうちょっとこう握った感じになってるから、さっきのナイフをね、持たせることもできるようになってますね。服のシワとかね、この辺なんかね、よくできてますよね。あ、後ろにこれね、ナイフ、収納するところがある。はい、こんな感じで、おー、いい感じですね。これね、なんかポロッと落ちてなくなっちゃいそうだけど、ここにセットできるようになってるようですね。で、顔なんですけど、前にセットで入ってたオーウェンのフィギュアと同じ、多分、テカってる。顔テカってますね。でも、すごい、ちょっとこのね、ヒゲの感じとかね、めっちゃかっこいい。男前。で、頭稼働するようになってると思います。はい、動かせますね。上下にも動かせます。次はね、ダメージフィギュアの方を見ていきますね。こちら、ジュラシックワールドでは T-Rex に次いでおなじみの恐竜、ベロキラプトルブルーを見ていきます。ブルーのフィギュアね、全長約18センチで、で、高さなんですけど、さっきの一フィギュアとあんま変わんないんですけど、こっちの方がちょっと低いかな、約ね、9センチほどとなってましたね。アニア・ジュラシック・ワールドの新しく出たスノーバージョンのブルーを横に並べると、はい、こんな感じとなってて、アニアよりもね、サイズは大きいですね。あとね、がっちりしてる。ブルーではないんですけど、ベロキラプトルのダメージフィギュアね、以前ご紹介したんですけど、こちらと比べると、形同じだ、これ。色違うけど、多分ね、これ形同じですよ。背中のね、ボタンの形とか、あと DNA コードが、ある場所ですよね。ここもね、全く同じで、で、体横にこう怪我してるっていうね、形になってましたね。
はい、まあ先にやっちゃいますけど、これ背中にあるボタンを押すと、はい、体横のパーツがくるんと回転して怪我します。でもう一度押すとこうね元に戻るようになってて、反対側も同じように、これね3箇所、傷があって、ボタンを押すとはいこちら赤くなってね中が、でもう一度押すとはいこんな感じ元に戻るようになってますね。そう、ダメージシリーズの古いタイプがこちらになるんですけど、体横ねちょんちょんってするとパーツが下に下がって怪我するっていうね感じになってたんですけど、今はねボタンでこうね怪我するように変わりましたね。でこの、古いタイプの、ブルーのフィギュアと比べると多分ねこれとはね形変わってそうなんですけど、どうかな、前足のね形めっちゃ似てる、前足のパーツはね同じかもしれませんね。頭は変わってそう、横幅の大きさが違う。あとね体も、当然あのボタンがあるから胴体部分のパーツね変わってますね。前足は同じの使ってる気がする。あとね違う恐竜とも比べますね。これね最近ご紹介したクイルメサウルスのフィギュアになるんですけど、こちらと比べるとですね全長同じぐらいですね、もうほとんど同じで、高さもね同じぐらいになってて、はい、正面から見るとこんな感じ。クイルメサウルスのね頭大きくて迫力あるな。やっぱりこの作りめちゃめちゃいいですよね。クイルメサウルスも背中のボタンを押すとはい体横が怪我するんですけど、こんな感じですね。このね傷がねかなり深い。まあでも形はね多分ねあの今回のベロキラプトルと同じでこう、右側が、3個傷あって、反対側が2個ね傷があるっていう形になってますね。あでもちょっと向きが違いますね。でダメージシリーズで大きいのがこちらの T-REX。 めちゃ大きい。ブルーがすごい小さく見えますよね。でこれも同じなんですよ。背中に、ボタンがあってボタンを押すとはい体横が怪我するんですけど、めちゃめちゃ傷負ってる。はい反対側ひどいねこれね、かなり怪我してるんですけど、ボタンを押すとくるんと回転するようになってますね。ダメージフィギュアはねこうやって怪我した状態で飾ったりしてもこうかっこいいんですけど、こう手に取って遊ぶのもねいいんで、すごい楽しいんですよね。こう噛まれちゃったみたいな感じでねこう遊んだりもできるから、もう楽しさがね広がるからすごいいいですね。ではセットに入ってましたブルーのフィギュアを見ていきたいと思います。ポーズはですね左の後ろ足が一歩前に出てて、右の後ろ足一歩下がっててですね、これは何だろう、走ってる時のポーズかな、なんかそんな感じの動きのある形になってますね。ブルーの体横ね青色の特徴的なラインが入ってるんですけど、ブルーの子供ベータにも同じようにこのね青色のラインが入ってましたね。で右側はこの目のところまでこの青のラインが来てます。でこちらのフィギュア口が開閉するようになってて、口閉じるとこんな感じですね、可愛らしいですね。で口を開けるとはいなんか凶暴なねこう肉食恐竜の雰囲気がすごい出てきますね。歯はですね黄ばんだ歯になってて、で口の中には舌があります。すごい可愛いですよね口閉じるとね。でこのザラついたね肌の造形、そして首のところは、シワシワになっててね、この辺の造形はやっぱりマテルなんでよくできてます。で首が可動するようになってて、でくるんとね回すこともできるようになってて、前足ですね指長い、前後に、可動するようになってて、あとねこのフィギュアこうやってね、広げることもできるようになってますね。で速そうな後ろ足なんですけど、こう筋が入ってて、でベロキラプトルの特徴的なこの鍵爪ですよね、上にピンとこう上がってね、また爪の部分も綺麗に塗装されてますね。で後ろ足も前後に可動するようになってます。で背中にはねボタンがあって、このボタンを押すとですね体横が怪我します。中のパーツがねくるんと回って怪我するようになってて、もう一度押すと元に戻って、はい押すとこう中のパーツがね回転して怪我しますね。で反対側も同じですね、ボタンを押すと、元に戻って、もう一度押すとはい怪我するってね、痛々しいけどなんかやっぱりちょっと傷を負ってる方がかっこよくも見えたりしますよね。でその後ろですね、ここには DNA コードがあります。はいこちらカラフルなやつね、ここね後で、ジュラシックワールドファクトのアプリを使って読み込ませます。で尻尾なんですけど、ちょっと上に上がってんのかな、上に上がってこうねカーブした形になってて、これもねまた動きのある形になってて、尻尾は残念ながらね稼働しないけど回すことはできるようになってますね。ジュラシックワールドファクトのアプリを使って DNA コードを読み込ませます。はい来ました。
ダメージベロキラプトルブルー読み込めました。すごいかわいい。で、体横にですね、フィギュアと同じ怪我してるんですよ。これ左側3箇所ね、傷を負ってて、で、くるっと回すと右側2箇所ね、傷を負ってます。全くフィギュアと同じですね、傷跡がね。タップするとね、吠えてくれるんでタップしますね。声高くてかわいい。虫眼鏡マークタップして、はい、スキャンします。はい、映像化されましたね。で、これね、右下をタップして、まずはサーモン頭のところがね、赤くなってますね。首のところが赤くなってます。めっちゃ攻撃してる。で、タップして、あと体の中が見えるようになってて、ブルー毎回同じかな。これ脳の部分がこう見えるようになってて、なんか電波を発してますね。で、次にドアのマークをします。で、もう一度スキャンします。はい、読み込めました。大きいの出てきた。めちゃ大きいですね。これ右側のレバーをね、動かすとこう大きくしたり小さくできるんですけど、小さくするとめっちゃ小さくできて、大きくすると、はい、こんな感じ。めちゃ T-Rex ぐらいね、大きくなる。で、あとくるくるっとね、こうやって回してね、はい、いろんな角度から見ることができるようになってます。で、最後情報の方見ていきます。人間の大きさとの比較って書いてて、動画始めにね、一フィギュアと一緒に並べたんですけど、それと同じぐらいのサイズ感になってて、ベロキラプトルはね、高さが、1.7 メートルって書いてて、全長がね、約 4.5 メートルって、なってましたね。で、こちら肉食で、体重猫4匹、データだと136キロって書いてました。で、起源なんですけど、東アジア大陸に生息してたようです。こちらトイザラさん限定の、ダメージブルー&オーエン&レインデラコートのセットをご紹介したんですけど、ちょっと待ってくださいね。今ポーズ決めてますんで、はい、腕をね、こう前にして、はい、映画のワンシーンみたいにしたいけど、なんかおかしいね。はい、ブルーの前でね、こうやって、こう手をかざしたね、ポーズにしたかったけど、手ね、こう丸くなってるからちょっとできませんね。ただこういろんなところはね、稼働するんで、好きなポーズでこうセットはできるようになってるんで、かなり楽しめると思います。トイザラさんのね、オンラインストアでも購入できるようなんで、またね、気になった方はぜひ、チェックの方してください。またね、なんか新しい情報とかあれば、インスタなんかでね、ご紹介しますんで、よかったらぜひチェックの方してください。そしてチャンネル登録に、ベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。